皆さんこんにちは、チョークアーティストあさみです。このチャンネルではちょっと描いてみたくなるチョークアート、黒板アートの描き方を配信しています。今回の黒板アートは学校にある普通のチョークを使ってレトロでおしゃれなクリームソーダの描き方をご紹介します。それでは早速参りましょう。使っていくチョークをご紹介します。日本理化学工業さんのアートチョーク12色セットから使っていきます。この中には白をはじめ赤だったり黄色だったり墨色までたくさん揃ってるので、一つあるとすごく便利になっています。今日はクリームソーダを描いていくので、この中からまずは白のチョーク、そしてこの中にあるの緑が2種類あります。薄い緑とそれからちょっと濃い緑ですね。薄い緑の方が学校にたくさんある方の色なので、薄い方を今回使っていきます。それからさくらんぼなど描いていくのに赤色のチョークを使っていきます。白、緑、赤、この3色を使って描いていきたいと思います。クリームソーダのグラスをいきなり描くって難しくないですか？今日はそのグラスを簡単に描けるコツをお伝えします。まずは長方形を描いて、その真ん中に線を引きます。左側に下の方が少し膨らんだ形の曲線を描いて、右側はそれと同じようになるように湾曲したような線を描きます。そうするとだいたい左右対称に描けるので、こんな感じですね。真ん中の軸の部分はグラスの長い柄の部分になります。そこをちょっと伸ばしていただいて、下の底のガラスの部分を描き足していきます。そうすることで左右対称になるグラスが描けるので、ぜひちょっとやってみていただけると嬉しいです。では続いてここにアイスクリームの部分を描いていきましょう。上にちょっとほんのり乗った感じですね。でアイスクリームのちょっと下の部分がグラスにかかるような形、そして今左側に描いたところがさくらんぼになります。右側にストローを刺していきましょう。それではここからですね、緑のチョークでざっと塗っていきます。上から順番にですね、本当にざっとで構いません。綺麗に塗れなくても大丈夫です。ざっと塗っていくようなイメージで塗っていってください。後から指でこすっていくので、ざっと塗っていきましょう。塗ったところで今度は指の方でですね、こすっていきます。右側、それから左側、真ん中っていう風にですね、どこから始めていただいても構いませんが、まんべんなくですね、こすっていただけるイメージになるといいと思います。だんだんこすっていくと表面が滑らかになってくるのがお分かりでしょうか。だんだん滑らかになってくると指の跡もちょっと気になってくるところですね。そういったところも慣らしてあげて平らにしていきます。平らになったところでですね、今度はちょっと氷を足していきます。氷の描き方ってちょっと難しく感じませんか？でも大丈夫です。ちょっと立方体を意識しながら入れていくと上手に描くことができます。氷って欠けてしまったりとかする場合があるので、そこまで綺麗な立方体を入れなくてもちょっと崩れていても大丈夫なので、手前の方をちょっと白くしていくっていうのをイメージしながらやっていくと最終的には素敵に仕上がってきます。手前に見える方を白を濃く、ちょっと奥になるほど薄くっていうのをちょっと重ねながらやっていくといいですね。手前を濃く白く塗って、奥の方を少し薄めに塗っておきます。後から指でこすっていくので、そこまで綺麗に塗れてなくても大丈夫です。今のままだと白い氷がそのまんましっかりと残ってしまっているので、これを指でぼかすことによって液体の緑が氷に反射して透けてですね、見えてくるので、本当にこうちょっとこすってあげるとどうでしょうか。ちょっと変わってくるのが分かりますでしょうか。手前の方もそうですね、こすってあげて、後ろの方も少しこすってあげます。
そうすると不思議なことにちょっとずつ立体感が生まれてくるんですね。なのでちょっと立方体を意識しながら手前は濃くですね、それをやってみてください。チョークのいいところは書いたり消したりができるところです。ちょっと間違えてしまったなっていうところは少し消していただいてもいいですし、塗り足りなかったところはチョークで書き足してあげてもいいと思います。濃いところ薄いところまんべんなくですね、ちょっと指だったりチョークで調整をしていきます。アイスの部分を塗っていきます。下書きで書いておいたアイスの形に沿ってチョークをざっと動かしていくようなイメージです。上の部分から下の部分に向かって塗っていきます。ちょっとアイスクリームってつるっと滑らかというよりは少しざらつきがあると思うので、それを表現するときはこんな風にランダムにですね塗ってあげるといいですね。下の部分も出ているところしっかりと塗っていきましょう。上の部分下の部分塗っていくといいですね。まだ描き足りないなっていうところはまた白のチョークを重ねていくとバランスが取れるかなと思います。最終的にですね全体のバランスを見て調整していくので、今の段階ではこれぐらいでいいかなっていうところでやめていただいても大丈夫です。液体の部分にまだ表現が足りていなくてのっぺりとしたというか平らな感じがしているので、今度は立体感をつけていきます。氷の奥のところであったりグラスの底の部分だったりっていうところを少し消していく感じですね。下地を出していくというようなイメージになります。消しゴムであったりとかクロスであったり綿棒であったり、それから筆とかを使っていただいてもいいので、下地のところを出すように消していくとこんな風に影ができてきます。深緑が作れるって本当すごいですよね。なので下地をうまく活かしていただけるといいですね。黒板の下地を活かすようなイメージです。下地を活かしてくるとこのようにさらに氷が浮き上がってきて立体感が生まれます。さくらんぼを今度は描いていきましょう。先ほどざっと描いたさくらんぼの形に沿って赤いチョークでなじませて塗っていきます。全体的にただ赤本当に塗っているだけです。で、影の部分は少し指でこすっていただいて下地の黒板を見せるような感じで塗っていきます。後でハイライトなどを入れるのでこの時もざっとで構いません。今度はストローの部分に移っていきます。ストローも白と赤を重ねたしましまの形なので白のチョークでざっと描いていきます。チョークの色数を少なくしたかったので私の場合赤と白のしましまを描きましたが、皆さんはお手持ちのチョークがもしピンクがあったり青があったりするんであれば、そういったカラフルな色でストローを表現してあげてもいいと思います。赤と白のしましまもいいですが、皆さんの持っているようなピンクと白でしましまを作っていただいたり、青と白でしましまを作っていたりするのも可愛いなと思います。赤と白でしましまを塗っていく時も全体的にちょっと塗っていて、最後にですねこう形を整えるために白のチョークで輪郭を出していきます。飲み口の部分も白のチョークで輪郭を出していきます。ちょっと足りないところですね、またチョークを戻して白だったり赤だったりを描き足してあげるとさらに濃くなってくるので、加減を見ながら調整していきましょう。ここからハイライトをうまく使っていく描き方をご紹介します。白のチョークでですねハイライトの部分を少し足していくことで立体感を生むことができます。特にさくらんぼのところですね、ちょっとプリッとした可愛いところを出したいので、そこにハイライトを足していきます。軸のところにもちょっと白を足していくとどうでしょうか。少し立体感が生まれてくるのがわかるでしょうか。影とそれからハイライトのバランスを考えてあげるとより立体感が出てくるので、そこをポイントとして考えていただけると嬉しいです。
氷の部分もちょっとハイライトの白ですね、ちょっと際立ったところを作っていくことで、先ほど液体の部分で作った影の部分だったり、そのハイライトの明るさと濃いところがバランスよく見えて、さらに立体感が生まれてきます。余計な線はクロスや、それから綿棒であったりとか黒板消しで綺麗に消してあげましょう。周りの線を消してあげると液体の部分が残る状態になります。ここからですね、今度はグラスの形をはっきりと描いていきます。ここでポイントは今言ったはっきりとです。なので線をしっかり描くことでガラスの硬さをちょっとイメージしてできるので、まず上の線、それから横の線ですね、左側のところをしっかりと描いていきます。ふにゃふにゃの線を描かないでしっかりと描いていくのがポイントです。しっかり描いていってくださいね。それから軸の部分もですね、しっかりと描いていくと、ちょっとガラスの硬さが表現できているのがお分かりでしょうか。真ん中の余計な線とかはですね、ちょっと指でこすって消していただいてももちろん構いません。下にしっかりと描いていく、それから底の部分のガラスの部分もしっかり描いていくというところがポイントです。ただこれだけだとどうしてもガラスの線だけが残っているようなイメージなので、ここで少し白を足しながら指でこすっていくと、ちょっと透明感が出てくるのがお分かりでしょうか。指でなじませながら透明感のグラスを作っていきます。グラスの表面のところもですね、ちょっと白を足して光っている部分を出しながらですね、入れていくようなイメージです。この線を入れることによって液体がグラスの中に入ったっていう感じが見えるかなと思います。ここからドットと、それから点々ですね、点々と、それからソーダの部分になりますね、泡の部分ですね、クリームソーダというぐらいなので泡をしっかり描いていきましょう。コツとしてはですね、小さな点と、それから少し中が空洞になっているような丸い点も描いていくのがコツです。私は両手を使っていますが、皆さんは片手でももちろん大丈夫です。いろんなところにランダムでいいので打ってみてください。ちょっと目を離していただいてですね、バランスを見ながら小さい泡であったりとか大きい泡を少し描き足してあげることで表現が変わってきます。先ほどの影と、それからそのバランスを取った泡を見えてくると、クリームソーダにだんだん見えてきますよね。じゃーんというところでクリームソーダの完成になります。余計なところはですね、クロスであったり綿棒でちょっと綺麗にしていただいて、全体のバランスを整えていただけると嬉しいです。ハイライト、それから影のところが際立って立体的になったのがお分かりいただけるでしょうか。完成したクリームソーダそのままでもいいんですが、ここでレタリングをちょっと加えていきたいなと思います。クリームソーダのイメージってどんなイメージでしょうか。皆さんの思うレタリングであったり文章を入れていただけると嬉しいです。私の場合はですね、クリームソーダ夏のイメージがあったので、今回はサマーと入れました。レタリングを入れた装飾の方もですね、ちょっと線を書き足してあげたりとか、それから何か文章を入れていただいたりっていうのでも表現していただくといいなと思います。レトロでおしゃれなクリームソーダの完成です。いかがでしたでしょうか。ちょっとでもためになったな、なんかちょっと書きたくなったっていう方、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。さらにはチャンネル登録で応援していただけるととっても嬉しいです。皆さん最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。チョークアーティスト浅見でした。